ックでは、ニートの差をたくさん開けるようにしていきたいなと思ってます。あんためありがとう。そうです。星投げるときとかは、SMS 認証を必ずお願いします。明日ね、出てもらえる先輩が決まりました。配信の最後の方で発表したいと思います。ひー、ドキ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 。ジンくん、アザラシタワー、ありがとう。わーい。星もありがとう。ゲスト登場明日します。アザラシってどうやって書くんだろうな。ちょっと待って、マジで書けないじゃん。ちょっと待って、出るようになるって聞きません？この時間ね、さっきの時間までね、ちょっと YouTube 見てて時間を潰してたんですよ。ちょっと待ってくださいね。痛い。あんま画面外にいるとね、バンされるのでね、気をつけましょうね。間違えた、持ってくるもの。ちょっと待って、ありがとう。ボールペンでもいけそうだな。ちょっとボールペンも書けないやんか。どっかにねあるんですよ、ペンが。どこにあったかな。なんか魚みたいなやつ、どうしよう。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。こんばんは、皆さん。よいしょ。全然書けません。ジャンレディ聞いてくれたんですか？私はリピート放送で聞くことにします。見えるかな。よいしょ。アザラシタワー描きました。なんかお化けみたいになってますよね、これ。これ実はアザラシなんですよ。ちょっと待ってね、色が見やすい。ありがとうございます。私流のアザラシ多い。なんだと、皆さん、アザラシです。これは誰が何と言おうと。ありがとう角吉、ありがとう。知念、ありがとう。ジャングル聞きながら、18日の公演ながら、わ、やば、うわ、マジ。ちょっと待って、本当だ。カネゲンもありがとう。書き
きますね。これはね、あのなんだっけ、メイドじゃなくてメイドかな、アリスみたいな、メイドみたいなコスプレした時にかぶってたやつです。上山さん、熊田はありがとう、ありがとうございます。チュッ、かわいくてごめん。これ踊ってたら時間過ぎそうになりました。レッツリベンジ。よし、かわいいぞ。可愛く描けたかもしれないぞ。ちょっともう寝れなくなっちゃって緊張して、わあ、最悪、最悪です。緊張して寝れないから全く寝れませんでした。ご飯食べたりとかしてました。塩辛ご飯食べてた。あつとちゃん、ありがとう。友達がもっちゃんの大ファンです。マジ嬉しい。友達呼んできて。友達が嬉しいな。かわいくてごめん。ペコちゃん、ありがとう。塩辛はね、あの柚子効いてるやつです。よし、金源ちょっとかわ、なんか女の子バージョンになりました。はい、ありがとうございます。見える？ありがとうございます。お、来てくれて嬉しい。さっきのよりかわいい。マジ？さっきのはマフラー巻いてるやつだよ。うそー、そんなことないやん。いちゃん、ありがとう。けんけん、くまたわ、ありがとう。お化け感なくなった、マジ？けんけん、ありがとう。私の絵がどんどん上手くなっていくぞ。新しい、めっちゃ嘘です。それはそんなわけはありません。ちょっとクマの描き方変えてみよう。よし、かわいくてごめん。生まれてきちゃってごめん。さっきね、未来さんが私とみゆのやつツイートじゃない、インスタ上がってたんですよ。まだちょっと反応できてないんですけど、ちらっと見ました。皆さんもぜひ見てください。いいな、ありがとう。お、カウント完了、ありがとう。みんな
カリコタワーありがとう。クマタワーありがとう。ミライちゃんが羨ましい。確かに私とミーを推してる方からしたら羨ましいんですよね。めっちゃ楽しかったな。ジュンジュンありがとう。リーダーありがとう。スノーマンありがとう。明日は朝配信、ちょっとね最後の枠でちょっとみんなと配信時間とか決めたいなと思ってるので、最後の枠ぜひ来てください。山さんかけたよ。ちょっと待ってね、ライト落とします。よいしょ。くまたわありがとう、ありがとう。見えてるかな。ありがとうございます。ちょっとライト落とさないとね、よく見えないのでね。みんなカウントとか星集めとかありがとうございます。本当に早起きはめちゃめちゃ苦手です。島城ありがとう。まあ明日朝配信1回とお昼、公演前公演後、家帰ってから、いや分かんない、6回したいんです本当は。そう、6回したいからちょっと頑張って考えます、みんなと一緒に。かわいくてごめん。顔のパターンがさ3種類ぐらいしかないんです。で枠を刻んでいくのもありですよね。きねありがとう。そう、3時間ちゃんと使い切りたいので、どう頑張っても。まあ使い切れるとは思うんですけど、あの公演前後で M のメンバーのある方に出てもらうんですけど、後で言いますね。ちょっと忘れてたら言ってください。よいしょ。リーダーありがとう。よし、ケンケン、あ、やばい、落とさないと、むずいなこれ。ケンケンありがとう。クマタワー、クロウサギだけどありがとう。よいしょ。暇さえあったらこんなことをしてしまう。次はどうしようかな。じゃあありがとう。あ、いいもの発見してしまった。私の生誕祭で描いてもらったね似顔絵を真似します。私は絵が下手くそなので頑張って真似して描くので、むずっ。うわ、ウィンちゃん、誰が書いてくれたんだっけな。結構気に入ってるんですよね。やばい、恐怖映像になってる。どうしよう。全然可愛くないけど、どうしよう。
スノーマンありがとう、ジュンジュンありがとう。声質も変わりましたね。本当に声変わってるかな、どうなんだろう、私全然自分で分かんないんですけど。ポンスケありがとう、タワークマありがとう。やばい、なんかブサイク。私が書いたらこんなもんになってしまうってことだ。よし、書けた。いちゃんありがとう、リーダーありがとう。今1位なんですけど、あのみんな配信始まると思うので抜かされないように頑張ります。この時間も今日も今日終わりも全部1位で終わりたいです。はいカリコありがとう。見てちょっと可愛くないかもしれない。可愛いですよね皆さん、ありがとうございますうまなってる、ガチ。ちょっとね色紙ね見せられないんですけど、めっちゃ可愛いんです本当は。私飾ってあるんですよ2個。リーダーありがとう、可愛いって言ってください。絶対に可愛いって言ってくださいね。幸せだもん、超可愛いって。よいしょ、次次次次。あ、やばい、ライトさ消した方が可愛くね。ちょっと待って、これぐらいの方がいいか。次はあーやばいやばい、いくなかった。もっちゃん作アンパンマン描きます。私でもアンパンマンの顔よくわかんないな。今から私のアンパンマンを描くので皆さん見てくださいね。ちょっと待って、ガチで描くからね。アンパンマンってむずない？オッケー。最近ちょっと絵をね、あ、今のところいい感じ、目1個だけど。めっちゃいい感じ。ポンスケありがとう。やばい、うまいわこれ。上達してます。やばい、これうますぎるで。よし、いきます。ポンスケありがとうございます。え、見て、うまくない？ちょっと待って、え、めっちゃうまくない？ありがとうございます。伊藤ちゃんありがとう。え、今の私じゃ考えられない、やっぱりうますぎる、う
うまいよね。ちょっとカネギンありがとう。え、うまいかもしれない。上手。え、みんな優しい。本当に言ってる？優しすぎるんだけど。どうしたとか言ってる。ガチ？嬉しいんだけど、よいしょ、足が。マジで？上手くなってるって。ガチか。嬉しいな。みんな舐めすぎ、私のこと。32万ポイント差だよ。山さんありがとう。いや、まあちょっと見たけど、見本は。あ、なも目だけね。見なくて書けたらもう100点ね。めっちゃ嬉しい。嬉しい。見て、もう水こんなんなの。1日 500ml は余裕です。しかもね、あっちでも飲んだから1リットルは飲んでる気がする。見よう、見たのか。みーかわいいうさちゃん、みーいおいこうさちゃん、みーい元気なうさちゃん、みーい大好き。とーちゃんありがとう。あきくんありがとう。黒島へへへ、へへたいぽんありがとう。いやマジでミッフィーの曲あれやばいよね。公演の時はでも M になってからあんまり飲まないかもしれない。 B2 の時はなんかもう頭の曲でジェイジェイしてたから結構飲んでたけど、てか時間がないからあんまり飲む時間もないかもしれない。ありがた、見に行ってた、ありがとう、来てくれて。いろんな人が見えて嬉しかった。私も全然おもろいこと言えなかったけど。今おもちゃんが歌ってたの。そうだよ、歌っていう風に入るんですか。明日チーム M 公演なのでぜひ皆さん見てください。給水タイムやばいね。水分補給タイム。懐かしい。何喋っていいか分かんなかったわね。 MC NB で一番好きな曲、でも私タイムボムとか好きかな。タイムボム好きかもしれない。一番はどれって言ったらちょっとまだ分かんないけど、タイムボムかもしれない。ちょ、巻き取れすぎじゃないもん。さっきね、その先輩に LINE したんですよ。声かけして、したら全然いいよって言ってくださりました。2人はちょっと別の枠なんですけど、はい、楽しみにしててください。向こうに難しい曲って何？私はゼロサムとか難しかったけど今は好きですね。一番好きなの摩天楼かな。でもマテンロー難しい曲か。後半曲4曲は結構難しいっていうかややこしかったりしますかね。
誰でしょう。ヤマテンロ、私もイントロめっちゃ練習したんで公演に来る際はぜひ見ててください。クス、タコありがとう。摩天楼のイントロの振り付け好き。いいよね。そう、摩天楼のイントロの振り難しすぎて本当に覚える気にならなくてその M ってなった時にいやもう本当に無理と思って難しいって聞いてたし、けどやってみたら本当に楽しくて。ハイズありがとう。特別なゲスト、目標にしてる先輩はレイさんですかね。レイさんの踊り方が好きなので。教えてくれた先輩は未来さんかな。しおりさんとかも LINE とかしてくださったり、結構場所とか教えてもらったんですけど、未来さんはもう付きっきりで、その前日、千秋楽だったんですけど、その日の朝と前日の昼くらいかなにやってもらって、2日間にかけてねやってもらって、できてないとこメモとかしてもらって、もうマジでオーディションみたいな感じでやってもらいました。追い上げてきたってやばいよ。負けへんで、負けへんで、負けへんで分かんない関西弁。負けへんで、負けへんでえ、もう30分、は、え、そんな話した。今私まだ10分なんだけど、え、まだ私10分しかさ配信してない気分なんですけど、そんなことない。おおきに、関西弁全く似合わないとか言われてる死ぬマジで。私関東のやっぱイメージありますか、皆さんから見たら。普通に関東というか普通の言葉。お絵描き大会は楽しいのでね、お絵描きしましょう。ノリは関西マジか。じゃ次の部までに私ちょっとチンジャオロースを作ろうと思ってるので、チンジャオロースを食べながら配信できたらまあいいんですけど、ちょっとお腹空いてきたんで。私も今でお稲荷さん、サンドイッチ、ドリア、塩辛ご飯、今で4食目、ほらやばいって。10食いつも食べちゃうって言ってるじゃないですか。で今日はちょっと抑えようと思って、今でもう次で5ですよ。いや違うよ、5だよ、今5、次で6。さっきサラダも食べてた、忘れてた。港区女子感はないよそりゃあんなに美しくないですよ私は。でもね全然量は食べないんですよ、一食に対しての。そうだからね、あんまりこう体重とかに来ないんですけど、マジで少ないですよ。3食1食に入らないんかななんかみんなが思う量じゃないと思います。本当にちょんちょんちょんパクって感じです。そう本当に少ないんです。
サラダご飯に入んない。じゃあ4とかかな。そう全部なんかちょっと完食的な感じ。一食をちゃんとしたらいいんですけど、ちゃんとしてもお腹空いちゃうんで。てかこの期間やっぱ外食ちょっと無理だと思うんで、急いでコンビニに走ってって急いで帰って配信みたいな感じになっちゃうんですけど。クスありがとう。父ちゃんありがとう。個別なキスと。ウーバー私しないよ。結構あのケチな女なので。みんなはウーバーしますか？エビアボカドのお寿司何皿？ 2 皿とかかな。マジックは明日もらってくるので、ちょっと皆さん明日までにはねちゃんと待ってます。2位に上がってきたらしいですよ。間違えた。みんなごめん。します。全く使わない。自分で作る。一度も利用したことない。ウーバーするしたことない。そう、クーポン、あ、そんなのあるんだ。固まった。え、多分動いてると思う。どう？戻った？ごめん、あの今ねこのさあ順位のところを開いたら止まっちゃった。ごめんね。いろんなところに行きたい。私関東ももちろんお仕事とかで行きたいけど、関西だけじゃなくて関東とかいろんなところに行きたい。ありがとう、みんな入り直してくれたの。そう、最近ねアウター買ったんですよ。ちょっと紹介してもいいですか？時間ないんですけど、本当にちょっと待ってね。じゃじゃーん、こちらです。ちょっと待ってね、着てみるから。しょ、家でこんな着てん、普通のただ普通のねダウンコートなんですけど、丈で言えばこのくらい。あ、やばい、危な。おい、初めて来たんですけど今日。そう、アウター手に入れられて嬉しいです、っていうアウター紹介。最近ロングブーツとか履いたりしてますね私。皆さん朗報です。私のクリスマスコスプレが届きました。ということでお話し会ちゃんとクリスマスコスプレできます。嬉しい。今年はですね、なんと黒です。はい、かわいい。めっちゃ可愛いんですよ。早くみんなに見せてあげたい。すごい可愛いのでぜひ話し会楽しみにしていてください。お、今週末の話し会で初めまして。嬉しい、ありがとう。待ってますね。マジで超可愛いんで見に来てください。まあ、配信期間中なんでその日はコスプレしようかなとは思ってるのでね。嘘です、間違えました。1ヶ月ミスりました。私今12月だと思ってた。父ちゃんありがとう。今のは忘れてください。とりあえず忘れましょう。なんかこうじゃ、ありがとう。
1ヶ月後がクリスマスですね。マジミスりました。確かにちょっと難しいですよね。もし聞こえなかったりとかしたらこちらで対応するのでぜひ言ってください。でもうすぐ12月だね。やばいね。やり残しはありますか？私はこのイベントが終わればもうやり残しはないです。今ハーフツインだよ。このイベントで今年を終わりたいですね。ちょっとで来年綺麗な姿で多く歩きたい。やばい、点差を縮められてきています。次の枠がラストになるのでね。あ、嘘です、また間違えました。え、いや間違えてません。次ね、23時15分からやりたいと思うので、もう眠いよって方は星だけでも投げに来てください。私が起こすんで通知で。ともたんありがとう、いっぱいありがとう。はい、15分からなのでもう一回ね、あのツイッターの方で出すんでよろしくお願いします。ちょっとランキング読んでいこうと思います。13位伊藤ちゃん、ありがとうございます。12位キネ、ありがとうございます。11位角吉、ありがとうございます。10位いちゃん、ありがとうございます。9位じゅんじゅん、ありがとうございます。8位スノーマン、ありがとうございます。7位リーダー、ありがとうございます。6位カリコ、ありがとうございます。5位ポンスケ、ありがとうございます。4位カネゲン、ありがとうございます。3位ケンケン、ありがとうございます。2位小山さん、 TGC どんぶらこ、ありがとうございます。皆さんハッシュタグつぶやいてくださいね。1位ジンくん、1位頑張ろう、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。また1位だ、すごい、ありがとうございます。みんなありがとう。いや、あ、待って待って、明日の先輩来るの言ってないじゃん、今忘れてた。はい、明日はですね、公演前にレイさんが来てくれます。それとですね、公演後にですね、明日いますよレイさん。そして公演後にですね、ゆずはさんが来てくれます。ふぅー。はい、ということでね、そう、またね、多分ね、そのまあなんか来てくださる先輩とかももしかしたらいるかもしれないんですけど、ぜひ皆さんあの見に来て、ちょっとまあ何ですか、あまりいつも話さないようなこととかも話しちゃうかもしれないので、ぜひ皆さん、豪華ゲストが集まるので見に来てください。ゆずはさんはね、そのユニバに行ってる時から絶対出るからって言ってくれたんですけど、そう、未来さんももし行けたら誘いたいなとは思ってます。まだね、連絡をね、その入れれてないんですけど、ゆずはさんリツイートとかもしてくださって、マジ全然出るよって言ってくださってた。いやちょっと楽しみですね、明日もう行ければ、本当に行ける時間帯で
していきたいんですけど、一応最後のこの23時15分からの枠で、そうですね、時間決めたいと思うのでよろしくお願いします。やばいよ、みんな追い上げられすぎだよ。先輩強いですね。私も負けてられませんけど、チーム M の先輩メンバーにたくさん出てもらいたいと思います。では終わります。ありがとうございました。